どうも、お酒は私なんてかまさやんです。こんばんは。今日は2022年の1月の25日でございます。はい。今日はお酒が飲みます。明日仕事休みなのでということで気になっていたパーフェクトサントリービールですね。はい。本格ビールのうまさで糖質ゼロということでございます。飲んでおります。普通です。ということで。健康志向であるんですよね、最近。その糖質ゼロとか、プリン体ゼロとかね、カロリーゼロとかわかんないけど、そこら辺でなんか、本格ビールに近づけるということなんですけど、ダメ無理プレモル、エビス、スーパートライ、ラガー、一番搾り、ここら辺、勝てねえっすよ、それは。それは勝てない。うん。ここら辺がうまいっす。王道が一番うまい。私、週2回ね、今、お酒、ね、週5休んでるんですよ。はい。で、ガンマーチがぐっと下がってね、健康になってます。それでいいじゃん。本当にね、本格な、本当のビールを週2回飲んで、あとは我慢すればいいんですよ。それでいいじゃないですか。わざわざ糖質ゼロとかね。飲まなくていい。はい、ということで。週2回にお酒してから、なんかね、別にそれで手が震えが来るとか、アル中じゃなかった、よかった。はい。で、逆にこう週2回にすることで、それが楽しみになってね、なんか日々の生活が充実してるというか、いい感じで回っております。アルコールライフワークです。ということで行きましょう。第三国志でございます。X1004 がですね、2ヶ月ちょうど経過いたしました。いかがお過ごしでしょうか。私元気で楽しんでおります。ということでね。はい。まあ、リアル都合でいろいろちょっとニュースになったりすることもあるんですけど、今日はね、近況報告と、今日、公式から来たね、ちょっと、案内があったんで、それについてちょっと語っていきたいと思います。まずは、X1004 の勢力関係ですね。はい。第1位、クオピッ。N1 ですね。こちらがベトナムです。A3 国、タイマ、第2位。で、第3位に勢力値来ておりますね。我らが生まれ変わりのフェニックス、リンネ、オーでございます。です。第4位、オーロラ。はい。オーロラ。これもタイマ。第5位、エース、韓国。第6位、梁山泊、日本。7位、DJF、韓国。で、第8位、マーズ、タイでございます。はい。まあ、ここは、主な同盟でね、ワイワイガイガイやってるわけでございます。で、現在はですね、ルローグになってるのが、オーロラ、エース、TJ ということでね、我らが第一次大戦勝利したということでございます。はい。まあ、ここからはね、ルロー軍が、まあ、どれだけ、州府を月中するか、で、我々がどれだけ守れるかということで、生まれ変わりのフェリックス、我らがリンデ・ホーがですね、州府、現在は長安と聖都を持っておりますが、最終的に0か、1か、2か、3か、はたまた5か、はい。わかんない。これでわかんないです。どうなるかわかんない状況ではございます。はい。まあ、日本以上に、その連合に対する、まあ、連合というか一緒に戦った仲間 の, その意識というのはまあ薄いというかね、うん、まあ、お互いその利益、自分のための利益のためにこういろいろこう組んでるっていう感じが強いので、まあ、最終的にね、そうどうなるかちょっと分かんないですよね。うん、まあ、外交的なところも文化の違い、言語の違いでね、すごい難しいと、外交官はね、すごいご苦労されてると思います。本当ね、どうなるか分かんないですよ。こっから。最悪でも、最悪、最低でも、州府1はゲットしたいです。で、今ね、州府報酬が、割拠とかね、制服の勝負。これはほぼ意味をなさないと僕は思ってます。天井もないし、報酬が確定してないんでね、回す必要もないんですが、でかいのが、宝物のこう、ね進化とか、鍛造する石油産鉄と商用指南っていうね、これが主婦1個なら1個ずつ、主婦3なら2個ずつ、で、制服なら
3個ずつって、これはでげっす。これでげえ。無課金とか微課金取っても、これでげえじゃないですか。700買うと想定して、これね、ボーナスなかったら1400円、1個1400円分の価値ですから。相当でげっす。欲しいっす。白露を作りたいっす、俺。商用パンチマイク作りたい。ということでね。1個でも2個でもね、ゲットしたよね。最近ね、ちょっとね、銭で8万も出てこないし、半額も出てこないんですよ。シビーなと思って。シビーぜーと思って。はい、ということでね。残り1ヶ月。でももう、楽を取ってる、もしかしたら、ね、いつ、もう2ヶ月ちょっとで決算来てるとこいっぱいあるので、いつけ告知が来ても、告知来てるとか今。あ、来てないです。来てないです。うん。いつ来てもおかしくない状況でございますが、優秀の主婦が取れてないんですよ。まあ、これがまあ決算にどう影響するかっていうのもあると思います。はい。で、舞台ですね。舞台に関してなんですけど、5舞台ですね。もうちょっとで5舞台カンストになります。5舞台で運用しております。はっきり言って、この5舞台、やっぱりきつかったですね。しかも、なおさら、ガチ勢、こんな強いと思わなかったので、舐めてました、海外勢が。これじゃ全然ね、きついっす。はい。で、まあ、発見はね、まあ、各がまあ使えるんじゃないかなと。今回はまあ、自分の使いたい武将をね、やったろうということで、まあ、各、大王、花崗豚、シャマカ、そして長所、ね、使ってみました。はい。まあ、こんな感じです。なかなかきついなという感覚でありました。来季はね、これ、どの舞台も多分使わないと思います。うん、またガラッと編成。でも、動画見ていらっしゃる方とかね、普段みんなが使わない武将を使ってはやってくださいっていう声が多いので、まあ、一人は使おうと思います。今回の長所みたいな感じで。やれるんだね、やれるんだぜっていうのを見せていきたいと思います。はい。はい。ということで、今日のね、本題に行きたいと思います。ドスン。ということでね、今日ね、予告来ております。生育シーズンの途中加入、機能についての予告ということでね。はい。今日もね、これについてちょっと語っていきたいと思います。はい。主考の皆様、こんにちは、こんばんは。うん、実装してから数々のシーズン、更新を得た千尾君。主考の皆様が、数々の素晴らしい戦いを繰り広げ、壮大な大三国志、歴史、織りなしてきました。普通だ、ここまで日本語は。ということで、なんか生育シーズン途中加入ということで、まあ、ざっくり言うと、一回エントリーして、ね、逃してしまったら、そのシーズンは入れないんですけども、いやいや、途中加入できますよっていうことでございます。途中加入条件。主公の皆様がより便利に制服シーズンに入れるように途中加入機能を実装する予定です。すでに開放された制服シーズン。すでに開放された制服シーズンに参加できます。ということでね。まあ、こんな感じ。で、左ね、今、最新シーズンが、続発ぼっこやったから。はい、ここ書いてあります。毎日10時、22時より加入可能。即時に加入可能ってできてますね。はい。つまり、一回エントリー逃しても、途中から加入できますよってことですね。はい。途中加入の軍勢設立。エントリー後、一定時間以内、短め、かっこ短めで、キャラクターは、そのシーズンのサーバーに割り振られ、システムが、自動的に、軍勢を設立し、出生集や、陣営など、ランダムに割り振られます、ということでございます。はい、ということで、まあ、エントリーはできるよと。いきなり即入れるよと。ただし、サーバーも得意かわかんないし、出生集や陣営も、まあ、勝手に振り分けられますよ、ということですね。はい。
軍勢設立後、始皇様、対応するサーバーによりシーズンに入れます。戦場の情勢は常に刻一刻と変化しているが、いきなり出会う蝶、一緒に戦ってくれる戦友がとても大切な存在です。デスマス城に戻った。主公の皆様は千引くで異なるシナリオの生育シーズンを選択して楽しめます。今ずっと一つだけのシナリオだけだ。そして第三国志は今後も新たな試みをしていく所存です。主公の皆様がよりゲームを楽しめるよう期待を込めて努力してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたしますと。自分たちで期待を込めていくとは斬新だ。ありがとうございます。ということで、この途中加入ね、実装ということなんですが、まあ、需要がどこまであるのかなっていうところですよね。まあ、はぐれてしまった人とかでも、まあ、自分の同盟に行けるんならまあいいんですが、ね、ちょっとタイミング、忘れとったとかね、エントリー忘れとったけど行きたいって言っても、まあ、サーバーとかもね、今3個か4個にね、1個分かれますし、思ってるところのサーバーに入る確率っていうのは非常に低い 30% とか 25% とかですよね。はい。で、例えばね、すごいアカウントを持ってて、スパイとか足場として潜り込むっていう時にね、使えるかもしれませんけども、まあそれは最初のエントリーで個人エントリーしとけばこと足りることだし、こと足りること、はい、だし、うん。誰がこれ使うんだろうと思った時に、俺です。俺みたいな人かな。というか、例えば、まあ、先行のシーズンのね、生育シーズンの情報を取りに行きたいという場合に、例えば、複数アカウント持ってる場合、僕みたいな人、つまり、どういう人かというと、まあ、ブロガーとか YouTuber という中で、その最初のエントリーってすごい入りづらいんですよ。なぜかというと、ただ情報を取りに行くだけのためにですね、一つの枠をなんか潰すっていうのはなんか罪悪感生まれるんです。やっぱりそこで本当にプレイしたい人がね、入っていけば、まあサバカみんな入るけどね、どんどん入っていくんだけども、まあそういった僕も思いがあるので、ちょっとエントリーを躊躇することがあるんですよ。もうなんか完全なステアカで入って情報だけ取りに行く。ただ途中エントリーで要は枠があるよって、残ってるよってことですよね。で途中エントリーできますよって時に、じゃあ入ってから来期のね、この続末どんな感じなんかな見に行きたいなっていう入り方はできるけど、そんな方は超ごく少数ということで、まあ、どこにニーズがあるのかちょっと疑問ではあるんですが、途中加入できるというのはまあ悪くない。できるとしても、本当、まあ、個人エントリーで、ちょっとやっぱり、スターダー1日遅れたけど、2日目エントリーできるんだったら、個人でもいいから、ちょっと入って、2日目ね、今日仕事休みだから、丸1日頑張ろうっていうところで、まあ、ちょっと遅れる分はね、1日2日、まあ、1日2日の今大きいけど、そういう人もまあ、入れるのかなと思いますけど、誰得感は正直あります。はい。ということで、まあね、そういう、まあ、いろんなね、システムを導入しますよということでございますから、これ前向きに頑張っていきましょう。ありがとうございます。ということで、お酒は私になってからお疲れ様でした。ありがとうございました。